武田哲也今朝の三枚下ろしおはようございます、武田鉄也です。おはようございます、水谷香奈です。まな板の上に置いたものを番組の冒頭で語りましたら、香奈さんが小首をかしげて、はい、不思議な言葉だけど。はくと振るんです。うん。事実のみを見ようっていう。はい。うん 2020年年明けたばっかりの1月末、書店店頭に山積みのベストセラー本を見つけまして、私、あの、三枚おろしのネタとしては、ベストセラー本は、あんまり拾わないんですが、ファクトフルネスという、そのタイトルがちょっと気になりましてね、はい、私はファクトっていう言葉があんまり好きじゃないんですね。 最近ファクトとかエビデンスとかね、やたらみんな使いますよね。事実をおっしゃってくださいって言った方が伝わるのに、そこをわざわざ短い英語でファクトっておっしゃるっていうのが、なんか事実に基づいていないような気がするんですな。はいまあ、ファクトって語りようによって難しいじゃないですか。はい。あのー、 今年は暖冬でございまして、二人で暖冬傾向のこと、番組の中で。気象予報官に向かって、その言い方があるかっていちゃもんつけたことが。あるんでございます。私はつけてないですよ。てつ<か>やさんがつけたんです。俺ね、なんでかっすよね。暖冬っていう気象予報官の顔が嫌いなのよ。<laughs> ちょっと待ってください。それはどういうことですか。あのさ、はい、不安そうな顔をするね。 断頭っていうあのなんか天変地異の始まりを語り出すみたいな<ー>そういう表情をにわせる人がね、はい、今年大変な雪不足ですよとか、はい、これから年内悪いことが起こるぞみたいな言い方を。まあ、伝える方としては、うん、その影響で農作物が育たなかったりとか、うん、そういうことも考えてあったかいって喜べないみたいな。 ことを表してるんじゃないでしょうかねうん、余計なことですね <laughs> そうですかそれはだって地球だって太陽だって時々は思い通りにいかないことはありますよ、はいうん、そういう煽り方をするメディアって見るとなんか腹立ってくるんだな俺は、うん、でその天気予報官の方が当たったかどうかわかりませんがその1月のケツからですよ 大変な騒ぎが日本に持ち上がりまして。はい、皆様ご存知の新型コロナウイルス。武漢で起きました。新しいタイプの。これ風邪でしょう肺炎か。肺炎,ね、肺炎だ。2月初旬で湖北省を中心に2万人。そんなことがニュースになったもんで、武漢の新型の肺炎のファクトは何かなみたいな気持ちで、 この本を買ったんですけども、まあ読み下し3枚に下ろすうちに2万人どこではございませんで、大きな数字になったわけでありまして、すごいですよね。ある意味では世界的な異変の始まり、パンデミック、世界的大流行ということで、はい、ファクトフルネス、この本の小障日には50万部突破、2019年ベストセラー。はい、で、この本、 世界が今思い込みに囚われているというテーマなんですよ。思い込みうん。はい。それで面白いかなと思いましてね。はい。世界で起こっている事件を見るときに、どんな目で、あるいは今度の新型肺炎でもいいです。これを見るときに、どんな目で我々は見なければならないのか。ファクトフルネス。真実を通してみようという、その真実の見方を 書いた本本がこの本なんであります、はい、ハンスさんという方が著者ではございますがこの一冊を書き上げるためにオーラ・アンナという息子さんと奥さんが協力して著者は3人ということがまず最初に書いてあります、はい、この辺正直でいいですな日々ニュースを流す立場の我々でありますけれどもニュース一体どういうことを,を視点にしてみると そののののニュースの中に潜んででいるるものが見えてくるのでありましょうやで武漢から起こったそのこの新型コロナの騒ぎが襲うと何のことないマスクはなくなるわコンビニの棚がすっぽり開くわけでしょ、はい、我々の日常って何のことない中国に囲まれていたわけじゃないですかそれをなんか。 騒ぎにつけ込んで観光客が来ないとか、大騒ぎするっていうのは、少し日本、そういう意味では風邪をひいてるんではなかろうかと、はい。さあ、このファクトフルネスの面白さでございますが、世界の人口の何パーセントが貧しく生きているか。A、50%。B、25%。C、9%。 問いかけております。五十パーセント、二十五パーセント、九パーセント。さあ、世界の貧しい人は、今、何パーセント。これは、明日のお答えということで、引っ張りたいと思います。はい、この続き、また明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。私たちは、世界を見るときに、何やら、思い込みがあると。はい。あなたに聞きましょう。世界中、貧しい国。 低所得で生きている人口は世界全体の中で何パーセントだろう、うん、？A 50%、B 25%、C 9%。さあ、貧しい人のパーセンテージ世界で何パーセント？あの貧しさという基準がちょっと分かりかねますけれども、はははは C であればあいいなと。貧しい人ってわかんないか、はい、定義が。定義はありますか？定義ありますね。はい、えー。まず。 おトイレが正式にない。はい、それから台所にガスコンロがなくて、直火。それからベッドというものはない。それからお風呂がない。飲料水に関して、水道等々の設備を持ってない。これが貧しさです。C. って五十パーセントでしたっけ。逆だよ。逆君言って言の A. が五十パーセント。貧しい人は世界の半分。 C が9%しか貧しい人はいないという。じゃあ真ん中か。25%か25%ね。実はですね、9%です。あ、一番低いとこですね。はい。はい、世界全体75%い以上が中所得の人たちで、うん、自分で動けるバイク、自転車等々を持ち、おトイレは水洗等々の違いはあるにこそ持っている。それ、うん、からガス。 あるいは、電気等々の金付きを持っている。ベッド、布団はあるという。うん、意外と世界は豊かに暮らしている。ということですね。ですね。はい。では、その次の問題いきますよ。はい。世界は分断されている。言いますね、これね。はい。政治、教育、文化、分断されてるんだと。今、世界はあ、自国、優先主義というのが、大手を振って、えー、国と国との溝は深くなり、 また人々の暮らしの格差も開くばかり。はい。さあこのグラフはかなさんメキシコとアメリカの収入のグラフです。わざわざ書いてきました。<あ>これ。はい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 。えー、20年間のメキシコのグラフがこれ。まあ微増っていう感じです微増という感じでね。ちょっと右に上がってるかな。はい。はい、20年間で 6ドドルルからこれに比べますともうアメリカは、えー、20年間で24ドルから67ドル、はい、こういうふうにして稼ぐお金が上がってる、はい、メキシコとアメリカではこれほどの格差がある、うん、メキシコ貧しそうでしょうまあこのグラフを見るとねこれがね加奈さんグラフの見せ方一つなんだって、はい、これね 今度最低の賃金一番安いお金で生きている国を一番下に置いてメキシコとアメリカを比べると11ドルと67ドルですけどもこれになるんです0.01ドルを一番底辺にすると、はい、メキシコも豊かに暮らしてることになる,上の方になるわけです、ね、そうですそうです あの、ゼロにしといて比べた表と0.01ドルを底にして比べたグラフでは、全然印象が変わるんですよ。そうですね。この辺が今言う世論調査、世論調査の危ぶさで、はい、聞き方一つでいくらでも誘導できるわけですよね。うんはい、ファクトフルネス、この本の著者はハンス・ロスリングさんという方でありますけど、この方は グラフに騙されちゃいいけないんだとん世界全体を正しく見なければならないということで、はい、この人はうまいこと言いますな今のグラフの説明ちょっと分かりにくかったかもしれませんけどもですね<っ>このハンスさんのものの言い方言葉にしますとねこういうことをおっしゃっておりますす高高いいビビルルかからら街を見下ろすと低いビルの高さがななくなります。 名言だと思わないはい。我々が物を見るときの視点の難しさ。高いビルから街全体を見下ろすと、低いビルが同じくらいの低さに見えて、低いビルの高さがわからなくなります。そのようにして私たちはつい世界を見てしまう。そういう視点に立ちやすいのです。うん、では、ものすごく大雑把な世界の見方。 A. 世界はどんどん良くなっている。B. 世界はどんどん悪くなっている。C. 世界は良くも悪くもなっていない。はい。これ、どう見るかなんですけども、世界はどんどん悪くなっているという答えが一番多かったのがトルコ。2番目がベルギー。3番目がメキシコ。4番目が韓国。 うんベルギーなんかもなベルギーちょっと意外ですね。ベルギーな。はい。チョコレート食ってのんびり暮らしてるかと思ったら、<laughs> 意外と暗いんですな。さあ、それでは過去20年で極度の貧困にある人の割合を当ててください。はい、A、約2倍になった。極度の貧困。B、変わらない。C、半分になった。 この貧困というのはさっき言っていた基準すよ、ね、そうでしょうね。えー、じゃあやっぱり良くなってるんじゃないですかそうなんですね。良くなってるんですよ、世界は。うん、そのあたり、具体的に数字を。そう。ファクトを見ましょう。この続きまた明日の学び方の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。過去20年で極度の貧困にある人の割合。A が約2倍になっている。うん、B。 変わらない、C、いや約半分ぐらいださんどうですか私ちょっと今反省したのは、うん、そのクイズというか質問出されて、うん、どこかで意外性のある答えの方がびっくりしたり、うん、チョッキングだったりするから、うんうん、そっちの答え選んだ方がいいのかなって思う時点でもう事実を見てないんですよね。うん、っていう自分に気が付きました。うん、これはももう皆さん当然ですけども 極度の貧困にある人の割合、どんどん減ってます。はい。1997年、インドと中国で42%の人々が極度の貧困にありました。これは事実です。はい、1997年、ついこの間であります。20年ちょっと前のことでありますが、インド、中国とも,もう本当に貧しい国でありました。42%の人が極度の貧困にあった。で、20年経ったんであります。 なんと、インドでは2億7千万の人が貧困から脱出。中国と言いますと、その貧困率は0.7%まで低くなってるんです。いろいろあるかもしれませんが、はい、インドも必死になって、それから、中国も豊かさを着実に手に入れております。はい、はい。あの、 1970年代の中国の貧しさっていうのは、はい、もう本当に非人道的な貧しさだったんですよ。70年代。70年代です。はい、だから、はい、餓死者が、この辺も、あの、数字出さないところがあの国の歴史なんですが、一説によっては1000万人が餓死したというような、はい、もう遠い昔のことですよ。食べ物がなくてですね、 あのなんか江戸時代の飢餓みたいな感じでそこまでの上が飢餓が1970年代まであったっうそういう餓死体験がまだ少し残っとるんですね、うんうん、きっと。はい、それがあの他の国では絶対食べないものでも食べてしまうというような食習慣の中に潜んでいるようでありまして。は でそこから今あ、一生懸命こう、中国は脱出しつつあるんですけども、その手の貧しい時の記憶を忘れない人と、非常に豊かになった中国で育った人との世代が渦巻いてるんですよね。ですから、見たこともないようなウイルスがこの国から湧き起こるということがあるんでしょうね。えー 今度の武漢の大騒動っていうのは何を思った今度は果たして中国は本当のことを言ってくれていたんだろうかいるんだろうかっていうこともありますし、うん、日本はちゃんとした動きをできていたんだろうかできているんであろうかっていうのもありますし、うんうん、さあそれでは行きますよ世界の平均寿命現在何歳 ?A50 歳。 B 60歳、C 70歳、平均寿命現在は何歳？A B C で世界ですか？うん、世界、世界で、だアフリカも全部ありますよ。50歳、60歳、70歳、70歳、70歳、はい、すごいね、もう当てるようになったね。あ、70でいいんですか？正解は72歳です。へえ、この二つを見ただけで貧困からあ寿命まで世界はどんどん。 良くなっております戦争犠牲者感染症飢餓それから自然のそのいわゆる猛威でありますなそれから安全な水これ大事なことですな、はい、予防接種そういうのがいずれも良い方角に向かっているこれが現在なんですよ。はい。うこことととを覚えておくと人生のの見方とかこれかれらの 進むべき道とかっていうのは変わってくると思います。うん、このファクトフルネスっていうのは非常に読みやすくできておりまして、ハンス・ロスリングさん、他3名の著者がいるんですけども、クイズ絡みで問題出していくわけ。うんはい、問題を出していって、それを世界中の人にやってもらってネットで、うん、それでどこの国が正解何パーセントっていう数字で出してあるんですね。 そうすると世界が悪い風に言っているという個体の方に人々は傾きやすいというわけなんでありますね、はい、世界はどんどん悪くなっていると考える人そういう人たちが今すごい増えてるんですようんこのネガティブはこの暗い考え方この悪い方に悪い方に考える考え方はどこから来たのか一 あやふやな過去の記憶。二、ジャーナリストの偏った報道。三、良くなったというと反論する人が必ずいるからめんどくさいから。一番、二番、三番、どれ全部。まあね。確かにおっしゃるとおりでしょうね。はいはい、過去を美しく語り、ある一つの出来事から全てが悪くなったという人は間違いなく嘘つきです。うん そして悪いニュースの方が、これは本当にそうですけども、よく伝わるのよ、人に。つまり、悪いニュースの方が、はっきり申しましょう。数字を取るんです。だから悪いニュースは引っ張りだこです。こういう世界に対して、どう考えればいいか。ファクトフルネス。事実を見れば、統計から見ても、 世界は間違いなく皆さん良い方向に向かっております。うん、この次また明日のマネジターの上で。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷佳奈です。ファクトフルネスどう見れば我々は本当の事実を掴み出せるのだろうという問いでございます。はい。感染症ってない手に負えないもんつか扱いにくいね。いやもうその原因。 治療法がわからないとどうすればいいかわかんないですもんね。ねえ<ー>。はい、と人と人との間を妨げる病でありますんでうんあの人間が人間を怖がるという扱いにくいもんだなというふうに思いました。はい、であのこの本「ファクトフルネス」というのは人間がどう勘違いして間違った答えにたどり着いたかあるいは人間がどう判断して真実を手に入れたかというその差をね 追い求めこれはねななかなかの本でしたようん、うん、でそんなファクトフルネスを扱いながら、はい、思わず面白くてですね自分でこうメモったのかなそれはあ,のあるテレビ番組がやってたんですがカナはあの女性専用列車ってはい 乗りますすその車両に、えー、いや私使ったことないんですよ、ねあ,まああれはあのものすごくあのあれですよね多いですからね犯罪が、はい、それで絶対安全だという車両はできてるんですが、うん、かなさん同様に最近利用者が少ない減ってきてるって話は聞きました私もかなさんは何で乗らないのあれえっとこの辺皆さんあれですよ 話、余談に振っておりますが、真実というものを捕まえるのがいかに難しいかというのを、女性専用車両で考えてみようと思いまして、今提案しております、はい、あの女性専用車両ってい、まあ、大体1両だけなので、うんうん、そこの車両に行くまでホーム歩くのがめんどくさいというのと、うん、若い時だったら乗ったかもしれませんけど、うん、今、別にもうそんな危険もないので。うん 車両でいいやみたいな感じですか、ねはい、えっとですねこれねどっかの番組がやってたんですが、はい、なんで行かなくなったかをすごい興味深いです。興味深いでしょ、はい、ファクトフルですこっちの方がいいから、うん、い5番目ぐらいがねあの化粧してる女の面を見たくない,あい女の人がおん化粧してる女の人を ものすごい顔して化粧してる女が目の前にいるんだってそういうことそれを同性として見るのがたまんなく嫌なんだってそうなんだすこなき散らかしやがってっていう普通の車両でも空いてる時お化粧してる女の人いますけど私も蹴ってやろうかと思いますああそれが女性専用になるとい,い,んいるんだーなるほど、うん、へえはいそれからあの3位ぐらいが 座ることに関してものすごく傲慢になるんだあ、なんかわか、わかる気がする。男がいると、ええ、まあその、年寄りを座らせたりするっていう若い子のマナーが出てくるんだけど、うん、女だけだと、年寄りが、若いんだから立ちなさいよ、あったーとかっていうのが、ムカーっとくるんだ。へーはい。で、 俺これ本当に面白いなと思って、うん、こんなことは女性専用列車を作る時誰も考えなかった、うん、1>, 1位なん、はい、だと思ういやわかんない 1> 第1位女性専用列車こけそうになるあああかるわかるあのね女性は立ってますね、うん 車両がガターンと入れるとバッタバッタこけるんですってわかります <laughs> あの満員ラッシュ乗った時に男の人とかがいると案外踏ん張ってくれるから大丈夫なんですよあれもし女ばっかりだったら結構よろけると思いますよすそれすごいわかる、うん、そんで、えー、結構別品なギャルが言ってたからおかしかったんだけど電車の中にさ おっさんいて踏ん張るとさ揺れないのよ女ダメちょっとやるとキャッ <laughs> ヒールなんか履いてるからコケあんの <laughs> それが一位のそれが一位えー、意外でもわかるこのね、妙に踏ん張る親父がいてんなんとなく集団としての安全性が保たれる、はい、安定性ありますその、うん、そのおっさんたちが踏ん張る分 揺れが少ないっていう。あ分かるそれに比べて女性専用は揺れるに揺れるんですって。はあ、すぐ悲鳴あげるから。うん、キャピキャピのギャルが言ってた。す <laughs> んばる親父がいなきゃダメ <laughs> 俺ね、それものすごいその貴重な大事な意見に聞こえたのよ。あの乗り込む時も、うん、後ろからある程度押してほしいんですよ。 押してくれないと中入れないから男の人はうまく押してくれるんです女の人はやっぱり非力だから押してくれないので結局乗れなかったりするんですねでも中の方スカスカだったりするんですよははいはい,はい、はい、でも踏ん張る男は必要ですはあ<ー>。確かにちょっと皆さんねファクトフルネスから離れてしまいましたけど <laughs> その車内とかっていう集団で人間を見るとき、はい、その踏ん張るやつが その全体をこう安定させているという。なるほどなうん。世の中、10やらなければならないタスクがある。必要な仕事がある。そのうちの2つをしっかりやっていると、8の成功を導くんだって。その2つは何かこの次また明日のまな板の上で。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですファクトフルネス事実を見つける力をつけましょうというこれは今世界中で売れてるらしいんですけども見事な本だと思います、はい、ハンス・ロスリングさんヨーロッパの方ですね私はあの店頭に並んでる本取り上げるの久しぶり、えー、いつも奥の深いところ行くんですけども、ねはいうん、この本は 事実の見つけ方というのに関して知恵が必要なんだなあっていう思いで読みましたね、はい、これ結構読むの時間かかったんですよ熱い本なんでんただそのうち気づくんですが同じパターンを繰り返していらっしゃいます、はい、そしてエピソードもたくさんありますんで、はい、電車の中で読んだりなんかするにはもってこいだと思います えー、世界の人口というもの、これも非常に地球の問題となっておりますから、ファクトフルネス、事実で見てみましょう。国連によりますれば2100年には人口が40億人増加すると予想されております、はいえー。人口はひたすら直線的に増え続ける。これが我々の思いでしたけども、そんなことはないんであります。必ず横ばいになるという 予想がああるわけであります、ねまあ日本は少子化でありますけども1800年代女性1人当たりが産んだ子供の数は6人、はい、これなんでその時代女性が1人6人も子供を産んだかと言いますと大体そんなにすごかったんですよ。 生まれたばっかりの子供の死亡率がいうのは高くて。はい、だから6人産んでやっと2人残るか残らないか。ですから6人以上産んどかないと1人も残らないという可能性が世界にあったわけでして、はい、昔を振り返っていいなという方がいらっしゃるかもしれませんがかつての時代は人間というものと死が調和していた。はい、人口が 爆発的に増加していくのは子供が増えるからではなくて大人が増えたからということなんであります。つまり寿命が伸びたんでありますね。ですから横ばいになるのは当然ということなんであります。今世界的に子供の数は減りつつあります。理由は簡単で子供の死亡率がぐんぐん低くなった。はい。 そうすると、女性は子供を産まなくなる。当然でありますな。二人を基本の子供とするという夫婦が世界中で増加しているわけでありまして、子供の数は死亡率に支配され、母たる女性の教育が進めば進むほど、子供の数は減り、安定するんであります。うん、人口増加を支配していたのは、これ大事なとこですよ。はい、人口増加を支配していたのは、 実は貧困だった。はい。しっかりファクトを見ましょう。貧困が子どもの数を増やしていた。だから、豊かになると子どもの数は世界中どこでも減っていくんで、うん、えあります。はい、昨日話したあの女性専用列車の使用者が少なくなるっていうのもそうで、うん、痴漢の数が減ったんじゃないかって思いがちですけども、はい、そうじゃなくて、うん 大きく揺れる車内は、おっさんたちが踏ん張ることで、あんまりこう大きく揺れなくなるという。はい。それが女性専用列車の客数を減らしていたわけであるという。こういうものの考え方っていうのはあるんですね、世の中。私も、最近時間減ったんだなって、思ってたんですけど。はい。はい 事実はそうじゃなくて、うん、あ、そういうことかって思いました。えあの、あれですよね。時間より何より、あの、あの、踏ん張るおじさんがですよね。踏ん張るおじさん。はい。うん、頼りにしてます。あの、今度の新型コロナも思わない<え>一番基本は豆に手を洗うで。はい。これね、来週皆さんにご披露しますけども、新型コロナウイルスもどうもね、女性専用列車みたいで。はい。 つまり痴漢がいるぞっていう新型コロナウイルスっていうとみんな大きく揺れるけど、うん、手洗いってのは最も簡単な方法で、はい、これすっごく面白いんだけどかな今年のインフルエンザが減ってるんだってそうなんですよみんなきちんと手洗いしてるからってことでしょうね、うん、気をつけてるってことですね、うん、だからそういう日常の何かそれがね意外と 大事になっったりりりすするんんですねここの本のの本本作家ささ日本のことを取り上げててくださっておりま,すまあそれであの私が抜き書きしたんでありますがハンス・ロスリングさんが日本までいらして日本の三陸沖で断層破壊によってマグニチュード8というような大変な地震が発生した。で日本の本州はなんと2 4メートル移動したっていうかすごいですな。はい そして、十数メーターの津波が起こりまして、犠牲者が出ました。そして、今も戦いが続いております、福島の原子力発電所、ここが電源を消失し、原子炉が制御不能となりまして、原発周辺の人たちは、避難しろということが叫ばれたわけであります。そこで実は大変な タスクを忘れてしまったという悲劇が起こるんでありますが、これは来週ハンスさんのこのファクトフルネットの中で紹介したいと思います。はい、この続きまた来週のまな板の上で おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。最近のラジオを除いてテレビの方の傾向でありますが、ニュースバラエティと称しまして、お笑いの番組を回せる力の方が、出来事を語ったり、ニュースを語ったり、時代を語ったり、政治を語ったりとかっていう番組があっちこっちあります。はい、また、坂上さんみたいに毎日やってらっしゃる方もいらっしゃいますね。はい、バイキングっていう番組ですかね。はいはい 毎日ニュースネタを取り上げてらして、そこで絶えず何が正しいか何が間違っているかということを。はい。でも、正しいということはなかなか今の時代難しいんでありまして、うん、正しかったことが後になると間違いだったということもあり得るわけでありますね。はい。そういうことをこのファクトフルネスの著者であります、ハンス・ロスリングさん。 が書いてらっしゃいます。その一例として上がっておりますのが、2011年3月11日、日本の三陸沖から断層破壊によりまして、マグニチュード8以上の地震が発生。これで十数メートルの津波が立ち起こりまして、その犠牲者がものすごい数に上った。そして、 福島第一原発では原子力発電所が電源を消失し原子炉が制御不能となりまして原発周辺の人たち多くの方が放射線被ばくを避けるために避難したわけでありますけどもその中に高齢の方がいらっしゃいまして今度の新型もそうでありますがこの方々がたくさん亡くなったところがこれが問題なのは、うん。 被爆で亡くなったんではなくて、避難によるストレスで亡くなられたという、はい、いわゆる関連死というやつでありますが、後々避難しなかった方が良かったんじゃないかっていう話も出てきたわけで、避難で良かったとは言えないところが複雑なところ。はい。 1600人以そのいわゆる避難関連死ということで、はい、これはもしかすると避難で慣れない環境に高齢者を置くということがいかに危険かということそれを学ぶわけで微妙なもんですねこのような事件でまたもう一つこの番組でも紹介しまして そのこともこのファクトフルネスの著者、ハンスさんは取り上げてらっしゃいます。覚えてらっしゃいますか ?1950 年代、害虫耐治の妙薬でありますところの DDT。この蓄積によって人体においては発がんの危険性があると。環境汚染の問題が取り上げられまして、レイチェル・カーソンさんの沈黙の春というのは告発書で DDT を使用禁止にすべきだ。 発がん性追放のために、はい、ところがですね DDT がなくなったばっかりに蚊が増えてマラリアで死亡した人がアジアアフリカに10万人を超える数がいるという、はい、そうやって考えるとがんからは免れたがその手前のマラリアで死んでしまったという方が10万いるとすれば レイチェルさんの沈黙の春というのが正義の告発の本であったかということに関しましては疑いをかけられるわけですね。レイチェルさんの沈黙の春いうとこのこういう化学物質を体に入れることの恐怖症ということが世界中に広がりまして、これであの、はしのワクチンも危険であるということで取りやめになったんですね。はい、そのことでまた たくさんの子供たちが亡くなっているの、はしかで。うん、つまり、恐怖ですね。発がん性への恐怖。恐怖というものと、マラリアのリスクというのを、順序よく並べられないんですね。うん、恐怖とリスクというのを、どっかでファクトフルネス、見分けないと、大変なことになるという、はいえー。新型コロナウイルスによる肺炎でありますが、 そこで押し寄せたマスク不足ババカバカしいねねでもねこれうちのマネージャーが見たやつ私見てないんですけどもマネージャーが思わず笑い転げておりました大変失礼なんですがマスクしてない人は街を歩けないと言われた中国のある街でグレープフルーツをくり抜いて半分のグレープフルーツにゴムつけて耳につけてるおばさんがいたんですね。はい あるいはマスクがないから母のブラジャーを顔に巻きつけられたというような青年もいたんでんおむつとかね。あおむつとか。おむつ。やってましたね。申し訳ないけどちょっと喜劇の様相を呈するんですよね。しかもね、北京ではマスクをしない者は逮捕されたんです。あはい、これもう死刑にするぞというような勢いでいきなり警察官が殴りかかったりしておりましたが、 困ったことに、香港では、マスクをすると逮捕するぞというのが条例になったもんでありますから、どっちにするかって迷ってるという、そういうなんかこう、引き劇をもかもしたというのが、恐怖とリスク、その見分け方の難しさでありますけども、さあ、そのあたり、今週たっぷりこの本から学んでいきたいと思います。この数また明日の学び方の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ファクトフルネス。事実を見て、その事実から真実をつかみ出す力をつけようという一冊で、えー、ございます。はい。 なかなかの領著でございますハンススンススロリグさんヨーロッパの方でございますその方が世界中の現場からいろんな知恵を持ってきてこの方は WHO の人ですよあそうだ,だから SARS とかそういうものとさんざんった方なんで<ー>この4月の段階で皆さんにご紹介するのは適任かなと思ってね、はい、さあ 話をファクトフルネスの方に持っていきたいというふうに思います新型コロナウイルスこれの怖さは肺炎でございますね、うん、肺炎を引き起こすということででは肺炎ということで見てみましょうか金さん。はい、肺炎だけのファクト事実です国内日本国内では死亡原因の第4位でありますはい 癌とかが上の方におりますがね。ええ、で、肺炎だけに限っています。これ、今、あの、騒ぎになっておりますのは、新型コロナウイルスによる肺炎でありますが、肺炎は、いろんな肺炎があるんですね。はい。これが65歳以上で特に数字が高いんでありますが、誤炎性肺炎。はい。これは、 あの、同じ世代の方はよく覚えておいてください。肺炎で65歳以上で一番怖いのは実は誤炎性。これはもうご同肺。わあ、私と同じような年代の方わかりますよね。例えばあの、落花生食ったりね。落花生ね。ナッツ食ったり。あ<ー>これね、わかりやすいんだ。はい。咳すんだじいさん。えー、咳込んでる方多いです。なんでかっ言ったら、豆噛んだ後、破片が、 期間肺の方に行こうとする。ん期間に豆のかけらピーナッツのかけらナッツのかけらが行くとものすごい勢いで肺が抵抗いたします。だって入ってきたらもう大変なことになっちゃうから、はい、だからじいさんの席は長いんですね。とかってあの言い始める。あれはものの苦しい。私ももう体験あります。はい 食わなきゃいいんですけど、ジジイって食いたがるんですね。じいさんっていうのは、ばあさん横置いときますよ。いろいろ語弊もあるでしょう。はいはい、じいさんって、硬いもの食ってるっていう手応えが欲しいんですよ。じいさんはじいさんは。はい、というのはね、硬いもの噛んでる自分に若さを感じるんです。<laughs> あれ、音がうちに響くじゃん。カリカリカリっていうのさ。それをいかにも、俺は噛んでるっていう喜び。<laughs> その次にじいさんが好きなものおこしこれ食いたがるんですね <laughs> それも歯たえ、ね、歯たえあれは入れ歯でもちょっと力を入れて簡単に割れるんですよ、はい、割れるんだけどおこしはい粉になりやすいそうすると食道と期間を間違えたごえんが年を取ると怒ってうわうわうわとこうわ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 う 性肺炎、うん、この「噛み間違い」では、うん、我々が65歳以上気をつけなければいけないのは何かナッツを食べないそれが一番です <laughs> 女房からも言われました「<laughs> はい、食べるな」「おこしを食べない」「おこしを食べない」はい、ねまあそれでも食べたくなったらどうするか、はい、ゆっくり噛むはあ。 これなんですよ。それを早く噛み割りたがるカッパエビせんでも入りますよ。カッパエビせんって好きだもんな。そうですね。だろ。はい、あとポテトチップスな。はい。あれ五円製のモうん。あとはパイな。ハ、ね、ートの形をしたやつがあるじゃん。あ<ー>俺あれ好き。でもタケラがね残りやすいですよね。そうそうそう。それからあと歌舞伎揚げ。<laughs> いくらでもあるな。爺 <laughs> さんの好きな。 しっかり噛むこれが実は事実から我々が学ばなければならないフファクトフルネスななんてありますな、うん、こういうこの数字だけを挙げては何でありますが新型コロナウイルスによる死者の数、えー、新型によるこの肺炎で亡くなられた方というのは何名かいらっしゃいますけどもこういう言い方ではいけませんけどもまあ危機リスク としてはどうするかというと手洗いもそうですが「じいさんはよくかめ」「なるべくなつくな」はい、10万人近い人が亡くなっっててるんでですってね肺炎でうんあの中国で新型で亡くなられた方はもうみんな恐怖って言うけどうアメリカでインフルエンザで死んでる人はあの2019年1万人超えてんだよそうこのシーズンはね大人数なんですよね。うん それでアメリカの人は病院行かないから。ええ、病院高いから。はい。で、あそこの国はほら、マスク大嫌いだから。日本は正義の見方が比較的口元を隠すんですよね。クラマティングとか月光仮面とか。口元で人を見るって、ね。そうそう,そうそうそう。日本人は目で、ね、うん、そうそう。うん。うん、その文化の違いもありますんで、やっぱり広がりってのはすごく多いんでありますですね。はい。 恐怖というものとリスクというのをはっきり見るべきだと。この続きまた明日のマレーシャの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ファクトフルネス。まずは目の前にある数字を見よう。でないと世界は理解できない。しかし、数字だけ見てもわかるはずはないよ。大事なことは、一つの数字だけをじっと見つめちゃダメだ。 いいろんなな数字を見なさいそこから事実が浮かんでくるんだって、はいえー。新型コロナウイルスによって死亡した方というのとそれから普通の肺炎で亡くなった方インフルエンザで亡くなった老人たちの数そういう死の原因みたいなものと一緒に見るべきではないか。一つの数字だけに注目してはいけない。 さあ数字を見ましょうね、はい、世界では昨年加賀さん悲しいことに万人の赤ちゃんが死亡しております<ー>もちろん世界で、はい、この方は WHO 国連で働いていらっしゃいますからこういう数字に敏感なんでありますなゼロ<へ>歳児の死亡が420万人だそうで実に悲惨でありますけどもこの420という数字だけを見つめてはいけないと。はい 60年前の1950年は0歳児の死亡がなんと1440万人。はい、60年前は今より1000万人0歳児の死者が多かった。はい、悲惨かもしれませんが昨年の420万人は希望に近づいているんですね。うこういう話がいっぱい載っております。このファクトフルネスには。悲惨なベトナム戦争。はい。 このベトナム戦争のを悼むためにですね、この著者はベトナム訪問中、戦争記念碑にも出ておるという。はい、あるんですね、ベトナム戦争で亡くなった兵士、それから民間人たちの記念碑が。ニエムさんという同僚に案内されて、ファクトフルネスの著者、ハンス・ロスニングさんがベトナムのその慰霊塔の前に立ちますと、この本の 著者がっかりします。というのは 1m くらいの石に真鍮のプレートが1枚ついておりまして「対米戦争記念碑」と書いてあったそうでベトナム戦争で150万人の国民と6万人の米兵が犠牲になった記念碑なんですけども小さめだなぁと思って。 で小さいねと言いますとニエムさんがじゃあ次の記念碑に連れてってあげるよつって行きましたらば4メートルほどのの石石に大理石の記念碑これはっていうと大仏戦争ベトナムがフランスと独立を勝ち得るために植民地から独立するために戦った大仏戦争の記念碑がその 4m ほどの大理石だ。 対米、うん、戦争よりも台仏戦争で亡くなった方の方のが何倍も多かった、はい、ああベトナム戦争より独立戦争の方が大変だったと聞きますとニエムさんがまたもう一個見に行こうん、ジャングルの中ずーっと入っていきます大きいものもすごい記念碑があるぶっはい大きなドーム状の記念碑これが密林の中 金色の仏塔、パゴダでいいのかな、うん、輝いてる。えこれも戦争記念碑なのそうなのよ。どことの記念碑って聞いたら、対中国。うん、ベトナム戦争は約20年。フランスとの独立戦争は200年。そして、対中国との争いは2000年続いている。うん、つまり、 何が言いたいかと言いますとこの記念碑の大きさでベトナム人の歴史というのが一目で理解できたという。だから対中国に関するベトナム人の感情というのがいかに激しいかね。はい、あのベトナムの古代の戦争の戦争絵巻がよく飾り物であるんだけどベトナムの王子様が 像に乗って戦争してる絵が、はい、その戦争の相手が旗持ってるんだけど、漢って書いてあるの。漢字の漢、はい、つまり、対中戦争における 絵巻きものなの、うん、これ結構街街中中でで見かかけますすよ街中にあるんですか、ねうん、そういういものがつまりベトナムにとっては中国との2000年の戦いというのはすごい歴史的に大きな出来事で、うん、それに比べると台米戦争の20年というのはほとんどあっという間の出来事だったというなんかこんなことを考えると分かりやすいでしょう、はい、一国の歴史がね。はい さて、2020年、まあ、新年明けからでありますが、中国、武漢の新型コロナウイルスによる肺炎。世界を揺さぶり、今も揺さぶり続けているわけでありますけども。しかし、いくつもの事実を見ていきましょうね。しんどい体験を地球は体験してる。人類は体験してる。それが、1918年のスペイン風邪。 なんで。はあ、はいこれねやっぱりね勉強するとスペインかですごいんだ、うん、ああいくつもの事実を見て事実の中の真実を見つけましょうこの次また明日のまな板の上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですヨーロッパの方ですハンスロスリングさんファクトフルネスこの本のテーマが 世界が今思い込みにとらわれているという本なんです。はい、世界を見るときにどんな目で我々は見なければならないのか。真実を通して見よう。その真実の見方を書いた本がこの本なんでありますね。はい、世界にはいくつもの危機がありますが、2009年には豚インフルエンザ、SARS、そして m ー r s こういう感染症もございました。 そういうものと今度の新型コロナウイルス。これ、武漢で起きました。えー、新しいタイプの新型コロナウイルス、まあ。症状は風邪に似てということでありますけども、比べてみますと、 感染力新型コロナ、なかなか強うございまして、えー、そのあたり我々はファクトフルネスを見つめるべきだというふうに思うわけであります。はい、著者はその本の中で8.2ルールを解いております。これはあのー、皆さんにもお話しましたね。成功の秘訣。8.2ルールとは10のタスクやらなければならないことのうち、その10のうちの2が全体の成功を生んでいる。これ 逆の場合も、かなさん言えるわけで、はい、失敗もそういうことなんですね、うんえー。こういうことってのがあるんですね。では、これ、あの、中国に当てはめて、この,の8.2ルール見てみましょうね。1月、噂によれば、もうすでにこれ、今言えてることですが、新型コロナウイルス、暴れ回るのは始まってたみたいですね。 はい、どうもおかしな風が武漢であるぞというのを現地の若いお医者さん知ってたみたいでありますはい 2> で2月になって武漢でいきなりこれ新型だ市場を閉めろと言った瞬間なんですうん行った瞬間に咳と熱に苦しむ人が病院を訪れた、うん、訪れた病人の方が2万人 その武漢の病院に、はい、そこにいたお医者さんが2人だそうで、うん、それでパニックが爆発したんですはいだから情報を出すすタイミングがずれたんですね、うん、なんせほら稼ぎ頭ですから武漢って日本人があんだけ行ってるんですよ皆さん、はい、自動車工場がいくつもある安い医療品なんかを作る大工場がある あんなとこで日本の半分以上のマスク作ってたんですよ、皆さん。中国のデトロイト、東洋のマンチェスタ、ーそう呼ばれた武漢でありますから、え武漢が参ったら今年ちょっと景気がと二の足を踏むうちに、咳をしてた2万人が5万人になり、 それが10名近いお医者さんの病院のところに詰めかけるパニックで、武漢そのものを封鎖するという手しか残らなかったわけで、あの、これはね、日本も学べると思うんです。一瞬でしょうけどね、遅かったということは言えるというふうに思います。で、中国というのは1970年代、非常に貧しい国から、 上昇してきた共産党一党独裁共産党の指導のもとですから経済情報軍事そう国家としてやらなければならないタスクのをわずかな指導部が切り盛りしているわけでほんのわずか2のタスクが習慣化されてないとつまずき始めると脆いんですよ。はい、うーんあの その二つ、わずか二つのタスクをは、その忘れたばっかりに、いや、日本もそうですが、中国の背負った経済的な傷跡は、不幸ございますな、アカさん。はい。まあ、中国の方が、ね、いい言葉を、その故事の中に残しておりますな。天も開会、そにしてもらさず。はい。えー、天という、その、なんか運命の網は、 非常に細やかでございまして、何かこのやっておりますと、ポンとこう、事実を突きつけるという、それだけは間違いなくこの世の中であるようでございましてね。そのあたり、10のうち8つも満点を丸をもらって、2つを忘れたばっかりというのは、決して中国ばかりの話ではございませんで、はい、個人の暮らしの中、あるいは夫婦関係、 はいありますよね関係もそうですかね食べてはいけないものを、ね、そのガレージのね車の陰で食べたりねそんなことしちゃいけないそ、ね、のやつはちゃんとやってるのにそう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 仕事いっぱいして、ねね、この年になっても働くのが好きで <laughs> うん浮気もしないもう元気がないもんだ一だうんいいことしかしないんだけどたった二つ油物が好き それゆえに、ぽっくりいくこともあるんですよね、奥さん曰くね、二つを忘れちゃいけない。はい、ねはいえー、ということでございます。時間いっぱいになってしまいましたね。はい、この続き、また明日のマラソンの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。ファクトフルネス、ハッとする著者からの意見がございます。これは。 何かにこう当てつけて言ってるわけじゃないんですよ。著者がおあの言ってることで、私もドキッとしたんでありますがね。ニュースメディア等々に専門家なる人が登場いたします。通称、その道のプロと呼ばれておりまして、彼らは世界の問題を語るわけでありますね。しかし、著者、ハンス・ロスリングさんはこう言います。その道のプロの話を聞くとき、 聞き手が忘れてはいけないことこれは私も含めてですよ、はい、私も喋っとておりますんでこれを生活にしとりますんで私もその道のプロ的な人間でござるハンスさんがおっしゃるのはその道のプロとはその道しか知らないなるほどね、うん、だからこの人はその道しか知らない人でその道を話してるんだと思ってくださいはい 私もそうですあの吉又またまたぞえ、ね、誰のこと三又さんですかみ三又だごめん <laughs> 三,だ三又またぞさんですかああ三又またぞあれがこの間 <laughs> 大輝さんさんまおろし聞いてますってああ、ありがとうなって言ってたら毎回本の内容喋ってるみたいですけどかなり違うでしょ中身は <laughs> 本に書いてないこともついでに喋ってるでしょ <laughs> 悪いかちょっとカチンと来て言ったら、はい、あいつが こう言ったあれは武田鉄矢の本についての語りを聞かせる番組で「語り」なんだほ<う>ちょっと俺も考え込んだな <laughs> 俺もその本の何かを伝えたいんじゃないんだな、はい、その本を語っている語りを皆さんにという<ー>語りっていうのはそうよねかな。 物事を語るっていうのが一つだけど、うん、騙したなっていうのもてめえ語りやがったなっていう語りだ。語りなん。あ、だからよくリスナーの方が鉄、はい、也さんが話してたことが面白かったから本読んでみたら、うん、全然本が面白くなかったっていうのは語られたってことですよね。うん、そうです。<laughs> でもね皆さん語るということはそういうことなんです。神田松之女名前改めて今はね。はい。 あの方も語りなんであります公談という枠の中ゆえに許されるんですね<う>昔からそういう例えあの知ってる知りません講釈詩見てきたような嘘を言いでもそれが芸なんでありましてそこが世界なんであります、はい、武田語っておりますが多分に語ってる時もありますのでぜひ使用上の注意お気をつけて <laughs> さあそれでは 行きましょうかね。<laughs> はい、この辺までかな今週入るのは、1996年、絶滅危惧種に指定された3つの動物がいます。カナさん。はい、トラ虎。パンダ。はい、クロサイ。絶滅の危機、1996年、絶滅の危機に瀕しているということで、絶滅危惧種に。この3つのうち、危機に今瀕しているのは A、2つある。B、1つ。 C ゼロ正解は一つ一つトラじゃないですかトラ残念でした<れ>正解は C のゼロああそうなんですか、はい、パンダトラクロサイ増え続けておりますえだなんで意味がわかんないです1996年から20年経っておりますからこの20年で増え続けてきたとかどんどん増え続けてるえー、なんでそれはちゃんとしたその道のプロがおりまして 増やすことに成功してるんであります。<ー>つまり、どんどん情報は入れ替わるんでありますけども、はい、メディアというのは、一回発表された事実を、事実が変わっても事実として使うという、語ってるんでありますな。 あはい、武田と同じように語っているやつは語りもありますんで、えー、ぜひ気をつけていただきたいということでありますね。罪深いですね。そう、そうでしょう。はい、罪深いよね。うん、だから知らないことは知りませんという人がいれば間違いなくいい人。うん、そんなふうに思った方がいいんじゃないかな。ここで実に面白い 話を著者はしております。それはある製薬会社が原料費よりも安い薬を売り始めた。原料費より安いんですよ。商品の薬の方が。うん、医師である彼はこの製薬会社信用できないとその会社に乗り込んだ。実に協力的に手順を全部そこの会社の社長が教えてくれるんでありますね。 社長曰く薬の原料ですか月曜、ブタペストから届きます。水曜日の午後にアンゴラ行きの1年分の薬を,を作って発送しております。木曜日にジェノバに着くと、すぐにユニセフはチェックして図量者にサインをくれます。で、その日のうちにスイスの,あの銀行に薬の代金が払い込まれる。これ原料費より安いんです。支払いが。うん おかしいじゃないですかって彼が突っ込んだ瞬間に社長曰く、原料費を支払う日は30日後なんです。私どもが薬を作って送るまでに4日しか経っておりませんのんで、26日間、そのお金を銀行に預けることが可能なんですよ。うん、そこで得た金利を自分たちの利益にしてるんです。はあ、つまり、世界というのは複雑なんですよ。 原料より安い薬があるということのありがたみを疑ってかかるという正義感が危険なんだと。<う>彼は社長に謝ったということなんです。はい、誰かを責めれば物事は解決するという犯人探しに非常に熱心なメディア、ジャーナリストもおりますが、そういうことでは 世界の問題。そういうものは解決しないんだということでね。この後にまた素敵な話をしてらっしゃるんでありますが。いやいや、もう時間いっぱいになってしまった、はいま来週は別のネタでお会いしたいと思います。